アークでもね、全部レオに負けてるんだよね。あ、そうだ。あ、そうだ。あ、ゴッズガーデンはトモさんに負けて、エヴァジダンに負けて、で、アークレコでまたトモさんに。さんに。ああ、そうなんだ。レオばっかりですね。別にね、レオに超苦手ってわけじゃなくて、はい、むしろ戦える方だろうと思ってるんだけど、はいはい、なんか負けんだよね。しかも、レオ相手に受けに回るってなかなか怖いですけどね。うん、そうなんだね。結局、受けに回るっていうのはポチョムキの基本スタイル。まあ、基本スタイルです。まあ、さっきもサドスの負けたに負けたみたいなさ。はい、ぐちゃぐちゃってやられるとダメージ食らっちゃったみたいになっちゃう。一番困るタイプですね。守りはその辺うまいんだよね。ぐちゃぐちゃに仕方が超うまい。あ、エボの俺の話はちょっとやめてもらったかな。あ、そうです、うん、いなかった。いた。そう、なんかお茶さんと挨拶して、そこから始まりますねって挨拶して、一瞬でいないですよね俺。一瞬で俺も帰りましたからね。俺いた。俺なんか、俺井上さん、多分投げさんは俺と会ってもいないですよね。いや、会ってはいる。あ、写真は一緒に撮ってる。撮った、確かに。写真撮った。写真は撮ったよ。でも俺ポンって負けて、雑すぎだろう。あ、俺は居づらいなと思って。俺は居づらいから行くわ、もう。居づらいなじゃない。カノコさんと会ったけど、カノコさんの試合は俺見てないよ、多分。大丈夫。あ、もう俺もゲラ。俺も多分他の日本人に、多分中村さんしか俺の試合見てないです。あ、そうなんだ。あ、そう。中村さんが俺の次の配信台で待ってて、うんうん、俺が配信台その前やってて、俺が時短レオにボコボコにされて、死ぬとこまで中村さん見届けたので。あ、でも時短とやった。時短とやって、あ、そうなんだ、まあ、フルボツコにされました。フルボツコだな。いや、でもめちゃくちゃ強かったよ。まあ、強かったから、ね、時短めちゃくちゃ強かった。差し合いが超うまかった。確認もうまかった、ね、海外のプレイヤーの中で一番なんかしっかりやってるというか、基礎能力高い感じです。そうそう。でも海外の中でも普段全然表に出てこないらしい。海外出ないとか言ってた。伝説系の持ち合いの部屋にすら来なかったからね。あ、そうですか。だからリベンジできなかったんだよ。あ、だって、リベンジしたい側だもんね。いや、俺あの海外のそのプレイヤーが集まってる部屋に遊びに行ったの、はい、そのロードナイトとか。あ、はいはい。で、そしたらジダンいて。あ、いたんだ。うん、そこ。あ、いたんだ。で、ジダンって知らないから、うん、あ、レオ、あ、レオだと思って。やろうと。めちゃくちゃ強くてビビりましたよ。いや、海外にもあんな強いプレイヤーいるんだと思って、うん、パッドのプレイヤーもいて、はい、結構みんなすごい若レベル高かった。あ、うん、そうなんだ、うん、全体的にレベルは上がってるんだよ。海しかいないんだけど。まさか海しかいねえじゃん。お願いします。組手みたいな。どうなってんだこれ。確かに海組みたいになってる。海外すごいよな。確認がめちゃくちゃうまかったよ、時短。だから、はい、ツバイトって突進技でバック戦当たったのに最初タッチ系で拾ったりとか、すごい。もともと全一暗示使いらしくて。あ、そうなんだ。暗示って立ち合いのカウンター確認とか普通のヒット確認がうまい必要じゃん、はいはいはい、その辺が生きてんじゃねえのかみたいな。なるほど、分析完了してるじゃないですか。負けたからね、うん、次時短ってやるときは。あ、まあ、覚えておけよって感じですよね。あのエボの試合で時短の動画が上がってて、はい、見て、あー、星田さん負けちゃったよと思って、はい、最後に、ね、中村さんがひょこって出てくるのがすごい面白い。じーっと見てくるのあいつ。中村さんがひょこっと出てきて、でじーって見て動画が終わるっていう。そのシュールな感じが、ね、負けちゃったねって顔を見てるの。やべえな、あれやばい。あ、でもアークレボは3択されたんですね。ロックスさんとか。あ、そうそうそう、アークレボは3択されて、はい、サミットもロックスもやっぱりレオの対策が新キャラ、新キャラだからさ、はいはいはい、あんまりできなくて、俺だけいっぱいやってたんだけどさ、はいはい、うまくいかず。まあしょうがないです、情けないです。2人はしっかりやってくれたんだけどさ。いやいやいや、まあまあしょうがないですよ。まあ、3択されたらまあ誰のせいとかじゃないですからね。まあ普通に。さすがに負けた直後にね、FAB さんに煽れませんでした。私は。いや、そこ煽ったらもう撲滅委員会です、マジで。その時点で煽ったら。いや、撲滅委員会でも煽れないです。煽れない。さすがに。まあチーム戦だしな。しかも。まあ俺らもね、負けちゃってたから、ね。その後でもめっちゃ煽られたっけよな。いやいやいや、そんなことない。え、気のせいだったのか。気のせい。夢。え、負けたってニヤニヤとか言いながら近づいてきたんだけど、みんな。投げさんも？いや、俺はそれは違います。あ、それは違います。僕だってもう負けた直後で、あ、負けちゃったなーって。で、チーム僕っていうチームで組んでたんだけど、はい、俺、中村、ロイ。あ、はい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 。で、FAB さんもグタってなって、さすがにね、もうそれもこっちも体力ないし、もう煽るタイプない。そこで煽ってたらやばいよ、ね、やばい。確かに本当に全部をかけて煽るんで、ね、全存在をかけてる。カズキさんだったら煽ってるの無理でしたね。
ガンチャイター青ってなるんですけど、ね、いやまあでもアークレボね、やっぱ一発勝負は難しいですね。難しいね、うん、結構ねエボとかでこう何試合選手みたいな結構形式ばっかりやっちゃってたのもあったのかもしれないなと。まあ確かにそういうのもあるかも。一発勝負は難しいよな。やったりとも爆発する系のキャラクターにやられたってことですね。まあ、そうだね、新キャラだよねっていうか。新キャラ、そうだね、確かに全体的に新キャラがアークレボは全体的に新キャラが活躍した印象だからね。そうか、確かにそうか。だから家庭用だとやっぱり新キャラの方があのやることが分かりやすいから、うんうん、でリターンに結びついてるからさ、そういうのがね うまくいったんじゃないかなと思うけど。やめますね、ちょっと回の方が難すぎるからできない。まあ、今は距離調整がね、アリサも単にミスってるよ。今ミスってたらまあ確かに難しいな。そう、投票が始まったんですよね。あ、そうだ、ヒロさんはセイソルに1投票。うわ、そう、そう、2コース、まあそうだね、そもそもアーケードやらないと投票したいから。いや、まあそれはセイソルが選ばれたら。あ、ゲス行ってんじゃないの。もう行ってますよ。いや、待って、ゲス行ってますよ、前。いるんだろうけど。そう、聞きましたけど、俺結構ジョニーやってますからね。ジョニーかよ。ジョニーか。井上ジョニー。どこ行ったんだよ。いや、ジョニーは面白そうっすよね。だって、あれ面白い、絶対。新キャラのジョニーはな、だなんか触られてるっていうか、見てて、あ、これなんかパッと見強いな、みたいな動きしてるから。あー、うまいっすか。絶対強い、絶対強い。立ち回り切っていけばどうなるかね。強いっすか。結構強い。立ち回りの問題はあるかもしれないけど、全然チャンス使えるし。いや、あれやばいですよ、うん、え、強いっすか。お前が弱いだけ。え、なぐさんも強いと思います。まだわかんない、まだわかんない、まだわかんないよね。まあまだわかんないじゃ、ちょっと、ま、ダメだな。現状は強いと思うけど。弱い強い強い、わからないからな。もうちょっとまあ見るわ。え、弱いの。いや、弱いっていうか、まああんま勝てないかな。あ、弱いって頑張ってないかな。今日2回目入ってきた。2回目だわ、入ってきたわ。でもあのジャムも追加になるし。確かにそう、ジャム楽しみっすよね、ジャム。あ、でもそのさっきのそのごめん、選挙の話だけどさ、はいはいはい、そのもしそのなんかそのリディとかブリジットとか、まあ、ちょっと出そうかなみたいなのってあるじゃん、その選挙がなくても。で、逆にその新キャラ、全然新キャラとかが仮に1位になって入ったときって、そのストーリーモードとかに入ってくるのかね。そう、俺それが気になった。さすがに入ってくるんじゃないですか。てか、あの辺の出てるやつは全員絡んでくるんじゃないですか。で、ちょっとね、かな、絡んでくるキャラだからいるみたいな、といるんじゃないですか。まあ、清掃ルフはおかしいですけど、ね、だとしたらファニーが絡んできたらちょっとね、面白いな。医者のすごい、ね、ストーリーが、ね、動くんだね。そうそう、なんかそのストーリーにこう絡んでくるキャラとかで出てたらちょっと面白いなと思ったけど、あ、まあ、どうなのかな。セイソルは絡んでくるそうですよね。過去の話を、セイソルの時の過去の話をするかっつったらもうしなそうですよね。一瞬出てくるかも。あ、一瞬一瞬一瞬でも出ましたよね。奇跡置いてくる。ストーリーモードはもそういうのも作るのかなって。あ、確かにそれは確かにストーリーも楽しそうだからな。気になる人は気になるんだ。ファニーちょっと気になってた。総選挙の画像を使って全員画像が、いや、その話はやめよう。その話はやめよう。何全員ブリジットとか全員画像みたいな感じの。いやいや、画像さん、なんかそのグロ画像、大丈夫ですか。露骨な総選挙が始まる。画像さんっているやん、ファーストスカイに。あ、います。あの、アークレボ優勝、まあ、画像さんのコラ画像がちょっとね、ツイッターで流れてくるんだ。総選挙のコラ画像で全部画像さん、誰にしようかな、俺は画像かなとか言って全員画像の。やめてもらいます。ちょっと一種のグル画像じゃないですか、これ。いや、ちゃんとね、全部種類違うんだ、あれ。あ、そうなんですか。あ、そうなんだ。無駄に凝ってんなって。画像の画像さんの画像とかってもうダメだもんね。ダメだもんね。じゃあちょっとお便りやりますか。やるの。あ、お便り来てる、はい、むしろ来てるのかな。来てるかな。また縦山とか来んじゃないのか。え、どうだ。あ、よかった。って書いてある。もちろん疑心暗鬼になってて、この間人はね、撲滅盾暗鬼が来て、うん、僕この前あの数の子さんに盾読みしたら気づいてもらえずに、そう、あの、単純にただ煽って終わったっていう。あ、そういうことねっていうのが LINE で分かりました。ちょっと申し訳ない。僕は気づきました。さあ、お便り何かありますかね。
ケさんちょっと読んでもらっていいですか、マイクは。じゃあペンネームメタルマンさん、はい、カオ TV の皆さん、ゲストの皆さん、こんばんは。いつも楽しく見させていただいてます。アークレボ等身劇突お疲れ様でした。自分はギルティギア、は昔やっていて、イグザードは会話したものの別の格ゲーばかりやっていて積んでいる状態だったのですが、皆さんのプレイを見ているうちにやりたくなって、現在ミリアを頑張って練習中です。さて、ありがとう、お越しかったね。はい、失礼しました。さて、何かと話題になっているキャラクター投票ですが、単純にこのキャラクターを使いたいというだけでなく、この人が使うこのキャラクターを見たいといった現在キャラ難民中のプレイヤーに対しての投票という意味合いも強くなっていると思います。そこで投票対象のキャラクターで、このキャラクター使いのこの人がどう強かったという思い出などありましたら教えていただけないでしょうか。例えば現在行方不明の清ソル使いの井上さんがどう強かったのか、リアルタイムで知らない人は多いと思います。何者なんだ。詳しい話を伺えたら幸いです。確かに彼は伝説的なプレイヤーでしたね。あ、彼井上さんだっけ。いや、井上、まあ、まあ名前呼ぶのも難しいよね。彼はあ伝説的なプレイヤーだから。あ、そうだね、伝説の井上さん。まあ俺の話はまあさておき、さておきでいいと思うんですけど。まあ実際ね、井上清ソル戻ってきたら面白いよねっていう人は結構いるから、まあ、全然あると思うけど、まあ他の人っていう話にするんだったら、まあまあ、ルーブ・レジットとかめっちゃあるよね。あー、いいっすね。面白そうっすね。確かに。ルーブ・レジット、少年テスタメント、カズキ・ディジー。カズキ・ディジー。カズキさんがディジーを得るとね、いや楽しくなります。水を得た魚のようにポチョミキに入ってくるから。多分メイの時と違って、バンバン入ってきますよ、多分。バンバン入ってくる。バンバン。いや、今でもバンバン入ってくる。今でもバンバン入ってくる。すごいいい顔して入ってくるんだけどさ。あとは何だろうな。そう、まあ。バイケンがいる。あ、マルケン先生のバイケンとか、個人的にちょっとね、マルケンはやばい、ね、マルケンはやばい、マジで。カダさんと対戦してみたいんで。あ、カダさんも強いね。確かに。カダさんって言ってわかるのかな。あるかな。しかも知らないですよね。昔、まあ関西の方にね。そうだね、関西の。超うまい人でしょ。バイケン使いと言ったらこの人。コンボミスったわ。AC の時に結構その、なんだろう、やってたプレイヤーがちょっとずつこう減っちゃってた時に、加田さんとあんまり対戦する機会なかったから、やってみたいのがすげえ強いといたのと、三剣ザッパね。あ、出ちゃうそれ。ダメね、これが一番やばいやつね。まずいから一番やばいやつね、これ。でもね、強い人が来るっていう意味ではザッパ出てもいいと思うんだよ ね、まあ、ね、ちゃんと調整された結果でやれば、まあ、強いプレイ来ますからね。なんか運じゃなければいいんだよ、ザッパって。ああ、はいはいはい。まあ言いたいことはみんなが嫌なところだから、はい、いや、お前が強いの認めてるけど、今のタイミングの犬は許せねえって感じ。それ多分みんな思ってるところあるけど、まあでもそれ選挙次第だからね。まあそうですね、確かに。水ザッパ来たらね、水ザッパ来たらまあそれはそれですごいよ、事件になるから。面白いですよ、うん、面白いと思うんだよね。暴君が一人増えちゃうからね、やつが復活してくる。鶴木さんはアークレボでもね、優勝してたし、ね、はい、ブレイブルーでも優勝するという、やはりプレイヤー数の本物の超強いらしいな。らしいね、一番強いらしいよね。あ、そうなんだ、ね、やっぱりさすがブレイブルー、嬉しい。さすがブレイブルーでも、あ、カサタリしてるの。ジャム使いの人戻ってきたとか言って、テルサがね、帰ってきてやってるからね。テルサ帰ってきちゃうか。テルサはいいかな、まあ、ジャムが来た時もあの男が帰ってきただからね。カリさんが帰ってきたら嬉しいけど。あ、そうだね、テルサはいいかな。テルサ帰ってくる、大丈夫。テルサも帰ってくると確定してるから。確かにやっているね、今ね。レオ使ってるから、はい、あとロボカイもいるでしょ。あ、そうか、ドグラがロボカイに復活したりね。ガクロボも復活するしね。あの最後の方はもう結構ガクさんが、まあ、ロボそうだね、使ってて、だいぶ仕上げてたよね、あれ。で、ドグラさんは別のゲームやってたから、イグザードでなんかこうガクバーサスドグラみたいな活躍戦もちょっと見たいですか。うん、確かに。アンジは使っている人だとライムキーさんとか、ライムキーとか ANG だっけ、うん、ANG じゃねえな、名前がもう出てこない。ん、なんだっけな、 ANG だったような気がするな。 ANG だとアンジだじゃん。あ、そうか。そうか。何が関西の人ですか。関西の兄貴。違う違う違う、関西じゃん。町田勢の、うん、あ、AGF だ。 AGF か、アグスさんだ。あ、でもあ、そうそう、アグフだ。そうそうそう。
あ、ドミンさんね。ドミンさん帰ってきてほしいな。ドミンさん変なバストしてほしいもんな。変なバーストって。あいつら封じにしてね、なんか止められて バーストで吹っ飛んでほしいですよね。見たいな、確かに。ドミンさん結構、イグザードもね、シーンでやってたし。あ、そうなんだ。うん。あ、そうなんだ。ちょいちょい、浅瀬勢としてやってる。あ、そうなんだ。これなのか。これか。そう思うとやっぱ一キャラだけとかじゃない、いろんなやっぱ、うんうん、旧キャラは歴史ありって感じ で、ね、いろんな人が残ってるんだよね。でもなんかイグザードを最初出た最初の方に最終的には、まあ、全キャラ出したいっていう、うん、まあう、ね、多分意図もあるから優先されるっていう風になるのかなと思うけどね、うん、既存のキャラとかはね。分かったわこれ。あ、分かったそうです。試合の最中に強くなる男。いや、まあ試合の最中に強くならなかったらどこで強くなる。いや、まあそうなんだけど。トレモで、うん、トレモでもいいしね。まあ、まあ、彼が見てる世界が正しければ勝ってるの勝つ。また拾っていくそこ。はい、それ好きだね。いや、俺これ結構好きです。あ、意外と結構好きです。あんだけ中二病中二病言っといて、いや、もうは恥ずかしくなさそうに言ってるのが好きです。いや、いいじゃん別に。いいじゃん、恥ずかしく言ってたら。いや、恥ずかしそうに言うんだったら誰でも言えるんですよ。恥ずかしくない風に言ってるのはなかなかいないから、ちょっとまあ新しい扉を開いたのかなと思って。ちなみに井上さん、セイソルがもし1位になって出るってなったらやるんすか。いや、やるでしょ、そりゃ。やはり、あんだけね、そりゃ皆さんの応援があれば。なんか動きがさ、なんか音に反応するおもちゃみたいな。こうやってやったらこうやって動かすみたいな。こうなってるグニグニしてるから。それやっぱ皆さんに期待されてるって分かれば。私もみんなを期待してるのは分かってるじゃん。まあ分かってる。何のために俺が選挙活動してるのか。まあそうだね。まあやはり、まあ、彼はみんなの期待があれば帰ってくる男だと、ね、あ、今弱くてもって来てるんだけど、弱くても、まあ弱くても、まあそうだね、まあ弱くても、まあ、何をもってして弱いかっていう話でもありますけど、確かに数の子の中で弱くなければいいんだよね。まあそうね、俺のプレイスタイルに合ってるみたいな、うん、そうそうそう。 AC の頃だって別に一番上ではなかったじゃん。 S ではないじゃん、まあまあまあそうね、A みたいな感じのレベルだったから、まあまあ、でも展開早くてなんかいろいろできればなんか結果的に井上さんに合ってそうだけどね。もともと火力重視してないでしょ。そうですね、重視してないです。クソ安いじゃん俺と一緒。まあでも弱すぎなきゃ、まあ、ここで発言を控えさせてもらおうかな。井上さんじゃないわ。セイソルめっちゃ展開早くて機関も使ってきたら結構面白そうだけどね。確かに。ガンブレイズ機関やばいでしょ。今ふとと思ったら。ガンブレイズ機関空中ダッシュ裏表わかんないとかあったら。そう。まあでも結構愛着あるんですよね、珍しくセイソルには。おお、そうだ。他のゲームだっていろんなキャラ使ってて、うん、でも。大体強キャラ使ってるみたいな雰囲気だけど、全然愛着、そう、なんかセイソルはなんか愛着がいってますね、なんか思い出深いというか。いいじゃん、いいじゃん。なので、まあ、まあ全然ある。そうですね、まあ全然弱くても、まあ、まあ許せる範囲の弱さだったら全然使いたい。まあ使ってて楽しかったらいいよね。出たら使うよ。行ったなお前、まあ、出たら使うっていうか、まあ、まあ弱くても全然使うし。まあ、まあ、セイソル大会出ようかなっていうのは全然あるし。ウィンマージョニーの、まあ今はね、まあ、いないからね。そういないからね。言えばさ、頑張れますよ。なんだろうね、なんか薄いんだよね。薄いか。薄くないでしょ。薄くないでしょ。偉いんだよな。なんだろう。まあ、味だから彼の。いや、その気持ちが入ったのをさ、ちょっともう見ちゃってるからさ。じゃあ気持ち入ってるのいくよ、じゃあ。じゃあ、使いたいと思ってますよ。正直。なんなんこの空気、はい、なんなん真面目に言ったんですけど。いや全然。いやでも俺は井上セイソルがもし復活したらめちゃくちゃ嬉しいけどね。みんな嬉しがって、うん、あ帰ってきたんだ、おかえりおかえりで、まあ、今でも帰ってきてるけどね。あ、まあ確かに、うん、言うてね。そうね、いるの。確かにバリバリやってますから。言うてジョニーバリバリやってますから。ジョニーそう、まあ最初は面白そうなやつはやるって、それ言うでしょ。まあ、結構ジャム待ってる種もありますよ。あ、そうなの。ジャムは相当使ってみたい。あ、でもまあどうなるか分かんない。確かに、ね、新キャラがなんかこのイグザードのシステムになったらどうなるかっていうのを想像するだけで面白い。あ、確かに、うん、いろんなキャラの危険がどうのこうのとか、このキャラがこう変わるだろうみたいな、うん、
確かに結構似てるとこもあるけど、イグザードのなんか独自要素みたいなのが入れてくるじゃん、ね、すごい面白いよね。ブリッツとギャンと、うん、今だったらタメブリッツとかもあるしね。あ、確かに楽しみそうだね。いや楽しみだな。まあ投票がいつから始まるのかまだちょっと9月下旬か言ってるから、まあそれまでにアーケードでポイント貯めといて、あれ1人1票とかじゃないんですか。え、多分ポイントで買えるって。俺違うわ、俺マジでリアルに課金しまくりまくって全然いいと思う。やった。でも多分対戦、そうだね、対戦して得られる、うん、そのワールドダラーでしたっけ。そうワールドダラー。あと多分普通にストーリークリアとか、うん、チュートリアルクリアとか、うん、クエストがなんか実装されてたと、うん、珍しい。クエストでそうなんか貯まるって聞いた。それをやると、まあソーシャルもおおクエストでクリアで多分ワールドトルとかもらえるから、うんうんうん、そのゲームそんなにやらなくても対戦でやらない人でも貯めれて投票できるようになるほど。そうそうそう、いいシステムになってる人。アークさん考えてますね、いろいろやってるね。面白いよね、その選挙とかさ、そういう、うんうん、そうっすね、別要素でね盛り上げるのは面白いと思う。やっぱアークさん考えてるわワークさん言うわ。ちょっとボキャブラリーがね、ちょっとそうボキャブラリーはすぐ天丼だな。天丼しか天丼得意なんでね。あ、確かに。なるほどね。ちょっと結構いったかな。まあそんな感じで。はい。じゃあちょっとあとこれ30分になったんで。あ、ちょっとこの試合をラストにして。バトルロイヤルしてもらっちゃっていいかな。上からバトルロイヤル。上からだな。バトルロイヤルしちゃってもらっていいかな。お便り、お便りもういいね。お便り行きましょうか、じゃあ。1個しか言わなかったよ。もう1個。しかも俺、かなりトイレ行きたい状態なんで、あの、ケスのお便り読んでるときに、ケスのお便り読んでるときにちょっとトイレ行って。え、井上さん、お便り読んでるときにトイレ行っちゃったら反応できない。いや、でも多分、あ、まあ、言うて、ギルティのあれは、てか、まあ、俺見ればいいし、あ、そうだ、後から来て。そう。いや、すごいトイレ行きたいんですね。ちょっと、ごめんなさい。マイクに乗せる必要あります？ちょっと、ケスさん、お便り。耳汚し失礼だよ、まさに。出れない。井上さんが画面から出れなくなったので、じゃあどうしましょうかね。何か数の子の数の子も含めた宛てのお便りが結構多くて、どんなのが。じゃあペンネームサトゥーイケメンさん。サトゥイケメンですね。、はい、イケメンだね。カオ TV の皆さん、ゲストの皆さん、配信お疲れ様です。いつも楽しく見させてもらっています。刀身劇一つの投げさんと数の子さんの煽り合いが個人的に一番好きだったのですが、5年前の投げさんがマチャボー会にボコられまくっている井上さんを煽りまくっている動画が残っていて。あるあるあります。懐かしいな。やはり当時からお二人はそういう画面外でも熱い戦いを繰り広げられていたのでしょうか。いい人そうに毒を吐く投げさんとボケで返す数の子さんのやり取りがとても面白いので、今後も二人の煽り合う配信をやっていってほしいです。期待しています。あ、そうです。あの、その動画はそうですね、今日話に出すかどうかちょっと悩んでたんですけど。考えておいた。はい、あのですね、ものすごい面白い動画がありまして。え、それ二人の声が入ってるんですか。入ってます。一時期その実際の対戦をデジカメとかで撮って声を入れるっていう動画をやってまして、でマチャボーさんと井上さんが対戦してるっていうのがあるんですけど、僕はそれを撮りながらあの喋ってたんですよ。はいはいはい。で井上さん最初勝ってるんですけど、どんどん負けていって、すごいなんか焦ってる時に煽ってたら、お前向こうで撮れって。お、なんかコメントに URL が貼られましたけど、これですかね。あの、そうですね、闘撃を目指していた人たちは今っていう。闘撃を目指していた人たちは今あったね。パート33か6ぐらいだから、ね、あの、あれです、あ、ね、あのお互いそのマチャボーさんとのガチの試合上げて、最後に1分ぐらい最終ラウンドの、試合だけ上げてるおまけ動画があって、あったね。なんか投げさん懐かしいな、マジで。マジで懐かしい、それ懐かしいな。あの時って多分まだツイッターあったかなぐらい。そうですね、流行ってはなかったです、流行ってはいなかった。ありがとうございました。ありがとうございます。